ちは、サイエンスホーム荒垣です。獅子野です。今回ご紹介するのは北谷シンプルタイプのお家。テーマは傾斜地に立つシンプルスタイルな家です。床面積26坪の平屋はリビングを中心にファミリークローゼットや伝言板など家族とのコミュニケーションを楽しめるアイデアいっぱいのお家。光を取り入れつつ空間をおしゃれにする坪庭や傾斜地に費用を抑えて建てる工夫も見どころです。まずは外観をご紹介いたします。今回はこのような傾斜地になっており、通常擁壁を設けるところですが、今回はこういうピロティ構造にすることで費用を半分に抑えることができております。また現在は土の状態ですが、今後雑草対策でコンクリートを敷く予定です。上に上がりますと駐車場は3台止められるようなスペースを設けております。玄関の前にはこのような金粉を設けており、コーラルストーンを施しております。また隣の門扉の方はウッド調のタイプになっておりまして、こちらも金粉と合わせておしゃれになってますね。中に入りますとこちらでガーデニングなどを楽しめるようになっております。またポーチにはスペイン調のタイルを使っており、こちらもおしゃれになっておりますね。今回は玄関に親子扉を使用しております。親子扉の特徴としましては、このように大きい扉と小さな扉を開けることができ、開口部をとても大きくすることができます。また今回はステンドグラス調のガラスをはめ込むことでより一層おしゃれになっておりますね。それでは中に入っていきましょう。3畳の広さとなっております。またこちらの方に扉がついており、開きますと約1畳のシューズインクローゼットとなっております。また奥の方には扉がついておりますので、このように通り抜けすることができます。扉をつけることで玄関周りをスッキリと見せることができていいですね。こちらのスペースは何ですか？こちらはニッチと言いまして、小物などを飾るスペースとなっております。季節のものなんかを飾って玄関が華やかになっていいですね。こちらの玄関ドアもおしゃれで素敵ですね。はい、こちらチェッカーガラスと言いまして、リビングの様子は見えないのですが、光などは入ってくるのでおしゃれなアクセントとなっております。続いて和室をご紹介します。玄関から入ってすぐ見える和室の正面にはこのようにアクセントとして木製のルーバーを設けております。障子を開けまして中に入りますと、約 3.4 畳の和室となっており、玄関からそのままお客様を通せるような動線となっております。前回と同じおもてなし路線のある家、いいですね。はい、またあちらには天然の木材を利用した大黒柱もご用意しております。お様の身長を刻んだりして思い出を作ることができますね。こちらの扉は何ですか？はい、こちらは収納の扉となっております。左側の方は将来お仏壇を置くようなスペースとしてもご利用いただけます。現在は使わないスペースを有効活用できていいですね。
またこちらの障子を開けますと、リビングの方につながっております。リビングダイニング広さ約 14.5 畳となっております。またこちらには書斎スペースを設けており、十分な広さとなっております。リビングにちょっとした書斎スペースがあると嬉しいですね。上のアーチのテレタビも可愛くていいですね。リビングを中心にファミリークローゼットや伝言板など家族とのコンビニですよね。今回はステンドグラス調のガラスをはめ込むことでよりおしゃれになっておりますね。すいません、こちらの設計ポイントを宍戸さんお願いします。はい、玄関ご紹介しますみたいな。続いて玄関を開けどうした。こちらの和室で広さ約 3.4 畳となっております。今回はこのような傾斜地になっており、通常擁壁を設けるところですが、今回はこういうピロティ構造にすることで費用を半分に抑えることができております。障子を開けまして中に入りますと、約 3.4 畳の和室となっており、玄関からそのままお客様を通せるような動線となっております。続いてリビングダイニングをご紹介します。リビングダイニング広さ約 14.5 畳となっております。またこちらには書斎スペースを設けており、十分な広さとなっております。リビングにちょっとした書斎スペースがあると嬉しいですね。上のアーチの垂れ壁も可愛くていいですね。そうですね。また今回は窓のサッシをブラックに変更させていただいております。シルバーからブラックに変更するだけでスタイリッシュな雰囲気になりますね。続いてリビング横のデッキの方をご紹介します。こちらのデッキで約4畳となっていて、こちらウッド調のタイルを使用していますので、お手入れも楽々となっております。また今回 L 字型のデッキになっているので、こちらのお部屋初心室へも出入りできるようになっております。続いてキッチンをご紹介します。こちらのキッチン、周りをぐるぐると回遊できる対面式のキッチンとなっています。キッチンの前にはこういったカウンターを設けておりまして、角の方をR加工をしているので、お子様の安全面にも配慮した作りになっています。こちらのキッチン6.6 畳となっておりまして、白を基調としたキッチンになっています。こちらの方には
ご要望のあった日の館スペースを作っています。サイアスホームでは IH とガス両方から標準で選んでいただいてまして、今回は IH の方を採用しています。 IH だとフラットなので拭き掃除なんかも楽々です。また今回こちらの方にコンセントも設けているので、ミキサーなんかの家電製品をここで使うことができるようになっています。今回こちらの面台の方、サイアスホームの標準は10センチなんですが、20センチに広げているので、では出来上がったお料理なんかをここに置くことができます。またこちらの方にホールパネルをつけているので、ご家族のメッセージなどをここで共有することができます。上の方にトップライトを設けており、こういった廊下の中心には窓をつけることができないので、上から光を取り入れることで明るいキッチンにしています。続いてリビング横の子供部屋をご紹介します。こちら子供部屋になっておりまして、真ん中で間仕切り戸をはめ込むことで2部屋に分けることができます。2部屋に分けますとそれぞれが 3.8 畳となっております。2部屋に分けると横幅のサイズが 2.1 メートルとなっております。一般的なシングルベッドのサイズは縦幅が2メートルとなっておりますので、シングルベッドも余裕で置けるスペースとなっております。またお部屋には標準でそれぞれにクローゼットを設けております。今回はこちら間仕切り戸を収納するスペースも設けております。またサイアスホームでは床材に無垢材を使用しております。無垢材は常に呼吸しており、湿度を調節してくれる機能があります。そのため湿度が高く床がベタつきやすい沖縄でも年中サラサラで快適な床を楽しむことができます。続いてお隣の洗面室をご紹介します。こちらのドアは LDK へとつながっており、お家の中をぐるぐると回遊できる間取りになっています。続いてリビングをご紹介します。リビングの広さ約 14.5 畳となっております。こちらには書斎スペースも設けております。またこちらには書斎スペースも設けており、どうしたやだ、ここでこっちだ。またこちらには書斎スペースを設けており、十分なスペースとなっておりますすいません。
リビングダイニング広さ約 14.5 畳となっております。またこちらには書斎スペースを設けており十分な広さとなっております。リビングにちょっとした書斎スペースがあると嬉しいですね。上のアジの垂れ壁も可愛くていいですね。続いてリビング横の主寝室をご紹介いたします。こちらの主寝室で広さ約 5.6 畳となっております。また一般的な住宅ではこのような発泡スチロールのような断熱材を天井の方に使用しているのですが、サイアスホームではこのような単化コルクというものを天井だけでなく壁の方にも使用しております。こちらの漆喰の方には調湿効果、消臭効果という機能があるのですが、単化コルクにも同様の効果がございますので、就寝時も快適な室内環境を作ってくれます。また今回主寝室にクローゼットはないのですが、奥の方にファミリークローゼットを設けております。続いてお隣のファミリークローゼットをご紹介します。こちらのファミリークローゼット 3.8 畳の広さになっていて、クローゼットの方に枕棚とハンガーパイプがついているので、ご主人様と奥様のお洋服をそれぞれ分けて収納ができるようになっております。また奥の勝手口の先にはちょい干しスペースがございます。こちら約2畳の広さとなっていて、衣類乾燥機に入れると傷みやすい衣類、大事な衣類などはここに干すことができます。続いてお隣の洗面室をご紹介します。こちらの洗面室約2畳の広さとなっていて、床の方ウッド調のタイルを使用しており、こちらの洗面台とも合っていて素敵ですね。また今回は洗面台の方パナソニックさんの C ラインを採用させていただいておりまして、フロートタイプと呼ばれる収納部分がビータスクリーンになっているので、よりスタイリッシュに見せることもできます。こちらのドアは LDK へとつながっており、お家の中をぐるぐると回遊できる窓になっています。続いて浴室をご紹介します。こちらの浴室、一坪タイプのシステムバスとなっていて、窓の外には坪庭がございます。プライバシーは確保しながらも開放的なバスルームになっていますね。続いてトイレをご紹介します。こちらのトイレ 1.2 畳となっており、上半分が漆喰、下半分がタイルの人気の作りになっています。またこちらにも坪庭を設けており、ここに植栽なんかを入れることで素敵な空間を作ることもできますね。外に面している部分にはルーバーがあるので、高低差を生かして外からは中が見えないような設計になっています。
かがでしたでしょうか。本日ご紹介したのは平屋シンプルタイプ26坪のお家でした。床面積26坪の平屋はリビングを中心にファミリークローゼットや伝言板など家族とのコミュニケーションを楽しめるアイデアいっぱいのお家でしたね。光を取り入れつつおしゃれな空間を作る見せ庭や傾斜地に費用を抑えて建てるための工夫も見どころでした。今回は動画でご紹介しましたが、木材フローリングや漆喰などの自然素材の良さは実際に体験してみるとさらに魅力を感じられるかと思います。ぜひモデルハウスや見学会にも足を運んでみてくださいね。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見てさらに詳しい情報を知りたいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。他の物件の写真や情報が知りたい方はインスタグラムやホームページの方をご覧ください。これから他の物件もどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。サイエンスホームでは皆様のご来場を心よりお待ちしております。今回は動画でご紹介しましたが今回は